鳥居本殿造営当時は、全体が朱塗りであった。相模五社の神々を祀るため5つの扉がある。貝本元総月によれば、天文9年鶴岡八幡宮造営の参考に、するため、当社胸札を持ち出したといい、平成の修築では、胸札が見つけられなかった。神揃い山道路の突き当たりに見えるのが国夫妻で、座門堂神事が行われる神揃い山。 ババ公園付近より撮影。六所神社は、神奈川県中群大磯町、国府本郷にある神社。相模国僧社で、旧社格は豪社。毎年5月5日に、大古神領の神揃い山で、国府祭を再興し、相模国の市宮から四宮及び、平塚八幡宮の御子渡業を受ける。当地にもともとあった、柳田大民神社に、 相模国の一宮から四宮まで、及び五宮閣の平塚八万宮の祭神を合祀しており、六社の神を祀ることから、六所神社という。須神天皇の時代、出雲国より重子の地を開墾した人々は、この地を柳田号と名付け、出雲の祖神である串士灘姫命、須佐能の命。 大名無の村を祀って、柳田大明神と称し、現在地より、北西1キロメートルの石神台に社殿を築いた。六所明神の演技によれば、創建の年は、主神天皇後新年と伝えられる。養老二年がに小天皇より、国司に対し、職をもって、当社を、相模国の神義の中心として創者に定めるという、宣言がなされ、 これにより、同年うるう4月8日に現在地へ先座した。平安時代には国府に近い当社に、国内有力五社の祭人の文霊を勘定し、国府六諸宮とも称されるようになった。また社殿によれば、天皇元年5月5日の、沢羅神皇遺族政党に祭祀退場祈願が行われたとしている。あずま鏡に見られる当社に関連する記事を、時系列的に並べる。 戦国期に入り、英少年間に、北条氏綱が社殿を造営、六所明神の演起によれば、天少年間に、北条氏政が本殿を修復し、現在の本殿が出来上がった。また、拝殿期団の石垣も、御北条氏の寄信によるものである。天文13年12月23日付の、北条家主院上では65巻78分の治行を安堵し、 さらに造営法として30巻500分の追加が認められており、ご法上家から厚く保護されたのがわかる。天正19年、徳川家康より御朱印状が下され、御朱印地50国が寄進された。六書明神の演技によれば、以後代々の将軍家からも寄進を受けたという。新編相模国風土記交換の40によれば、正法4年4月に、 府中祭礼における老石や喧嘩の禁止、社殿修築における百姓の女性などを定めた、政策が江戸幕府より出され、保護を受けている。明治の近代社格制度では合社へ、劣格された。注釈 ABC、六所明神の縁起は、大磯町、国府新宿の連芸員が所蔵する当社の縁起。主神天皇元年。 または六十一年であると考えられる。六所明神の演起では、高新年の箇所に、元年、かと割り中がある。養老二年に売る四月はない。六所明神の演起では、この箇所に、六かと割り中があり、正しくは、養老六年売る四月八日ではないかと考察している。出典ありがとうございます。